リクルートグループオールで見てもですね、それはジャランであったりホットペッパーであったり、そのエアレジだったりエアシリーズを通して、まあ、かなりのそのビッグデータが集まってきている。 Google クラウドプラットフォームを使って煩わしさを減らして自分らしいお店作りができるようにするっていうサービスを開発しました。まさに今回のそのエアメイトのサービスは私たちのビジョンとその Google さんのビジョンが完全に一致した、そこがまさに今回 Google さんと一緒にサービスを開発した理由になります。まあ、データに強くてサービスに強い Google アップエンジンで、高速にデータを大量にさばけるデータフローだったりとかビッグクエリーだったりっていうのがオールインワンで揃ってる Google クラウドプラットフォームがすごく、まあ、ベストな選択だったんじゃないかなって4人で3ヶ月間で開発しました。それは Google のメンバーのバックアップで、たまにこうコードのレビューをしてもらいながら進められたっていうのはすごく早く進められた要因の一つだと思います。 AirMate は誰にでも寄り添ってくれる経営のパートナー、自分のやりたいことを実現できるような世界が作れたらいいなっていうのは思いますね。どうやったらこううまくテクノロジーを活用できるかっていうことを、このお店と Google さんとまさにこの三つどもえでアレンジしながらそういったサービスを開発していけたらいいなっていうふうには思っています。